はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミィです。さて、今回は KZ のニューモデル、キャスターです。ああ、台座の下についてるやつ。そんなわけないでしょ。ああ、タバコ？それも違うわよ。スペルも違うし。キャスターは、双子座ジミニの弟星、ポルックスと並んだ北側の星。デュアルドライバーを双子座の兄弟星に見立てて命名したのかも。あくまで推測だけどね。それに、2つのバージョンがあるんで、そのあたりもキャスターってモデル名が適してるのかも。デュアルドライバーと2つのバージョンね。そう、ハーマンターゲットバージョンとハーマンターゲットウィズインプルーブドベースバージョン、ベース強化版の同時発売に KZ らしさを感じるわね。今回のレビューモデルはハーマンターゲットバージョンなの。ウェブの派遣比較をちょっと重ねてみたんだけど、インプルーブドベースバージョンが帯域の強化はもちろん他の帯域にも変化があるみたい。これは2つのグラフのメモリの切り方の違いもあるから合わせるのが難しくて、その影響かも。低域を上げた分他が下げているように見えるけど、意図したものかメーター表示上の特性なのかは定かではないね。そうなんだ。そのハーマンなんとかって何？あれか、キューベレーに乗ってた人。それはハマンカーンでしょ。ゲスの極み、それはハムカーンだよ。伸ばすとこが違うんだってば。ハーマン、はいはい、ジョークジョーク。ハーマンターゲットカーブの詳細は上の通りで、音響製品の開発の先に使われる参考曲線、基準のようなものと言ってもいいのかな。波形測定していると2年ぐらい前に比べ、このカーブを意識してそうなモデルが増えてるなぁって思う。聞きやすさや仕上がりの印象が良くなっている反面、似通った音質のモデルが増えてる印象なんだ。そうなんだ。じゃあハーマンターゲットカーブバージョンって聞いただけで、分かる人にはどんな音質の傾向か分かるってわけね。確かに、キャスターを含め KZ にはクリラ、D5、そして TRN では MT1MAX、ST1PRO などエントリークラスの価格帯でチューニングスイッチ付きモデルが結構出ていて、ちょっと混乱しそう。なのでちょっとまとめてみた。 1DD なら D5 と MT1MAX、 価格は MT1MAX の方が安め、スクリラ D5 の方がしっかりしてる。 1DD プラス 1BA だとクリラと ST1PRO、 そして 2DD だとチューニングスイッチ付きで、 TRN には今のところ同価格帯のモデルは見当たらず、チューニングスイッチなしで CCA デュオが 2DD になるけど、ドライバー口径と配置の仕方も違うので、ドライバーが 2DD という以外共通点はなし。なのでキャスターって案外個性的なモデルだと思った。価格がありの安いとこだと1000円台後半で買えるけど、2000円台での販売が主流みたい。 Amazon だと3000円超えてるのね。ハーマンバージョンとベース強化バージョンでは、ベース強化バージョンの方がちょっとお高め。チューニングスイッチがあるのにさらにベース強化しちゃうんだもんね。さすが KZ ね。サイズ、重さは上の通りです。10ミリと8ミリのドライバー、そしてチューニングスイッチ部を覆うようなデザインで、金属製パーツ部分が多いので、片側 8.2 グラムとなかなかの重さです。ドライバーが縦に積み上がっている割には厚みが25ミリ弱なので、薄めに仕上げた方かなと思います。フェイスプレート下部、この部分からちょっと音漏れてきますので、エアフロー調整用だと思います。キャスターの特徴の一つが、ノズル部に対して2つのドライバーを直列配置していることだね。10ミリに低域を任せ、それ以上の帯域は8ミリにといった割り振りのようだわ。音響的に問題ないの？問題あるかないかは出音を聞けばわかるよ。どう？おお、なんかいいね。これがハマーンなのね。ハーマンよ、ハーマン。あ、それな。さてさて、音質面に行きましょうか。まず、バンド類やピニッシュを重ねた波形から。メモリーフォームの広域のカーブがあまり山田にない感じですね。これだと聞こえ方は低域がちょっと強調された感じかな。次はよく測定してるイヤピ3種も重ねました。だいたいいつも通りのパターンが出ているようなので、今回もサウンドチェックなどはタンチジム TAPP トレブルを使用したいと思います。次はチューニングスイッチね。上にある通り、スイッチ4つで16のサウンドパターンが調整できるってことで、ここでは5つのパターンを上げてるね。あとはこの組み合わせってことになるから、今回はこれに沿って測定してみたよ。まずデフォルトの状態と全部オンにした時の差から、左がレベル差そのままで表示したもの、全部オンにすれば音量自体も上がり、上がったまま聞いたらこういう感じ。右がレベルを合わせたもの、上がったレベルだとうるさく感じてデフォルトと同じレベルで聞いた場合が右の表示。他14のサウンドパターンは全てこの範囲内に収まるってこと。次は低域側と広域側に分けて表示してる。低域側の上がり方に比べ広域側が結構変化してるようね。ハーマンターゲットカーブからはちょっと離れてく感じ。ラストは低域側と広域側を一緒に表示。最大 3.7 デシベルほどレベルが上がっても、ボリューム調整しないでそのまま聞く人は左の表示を参考に、右はレベルを合わせて聞きたい人向けの表示ね。元のバランスがいいから、これだけ調整できれば好みのバランスは見つかりそう。これで低域が足らなかったらインプルーブドベースバージョンを買えばいいだろうし。そうですね。一応他のモデルとの比較もしてみたので、ちょっと見てください。 CCA デュオ、KZ クリラ、D5 なんですけど、ある点を除いてとても似てると思いました。ああ、ここか。そう、デュオとはここも似てるけど、クリラ、D5 に比べるとこの帯域に差があるよね。でもだからといってキャスターが落としすぎてるとも思わず、いい感じのカーブに見えるの。サウンドチェックはこの中から比較モデルを選びますか？ちょっと傾向が似すぎてるから、スイッチバリエーションの確認にしてみようかね。そうですね。じゃあこの4つに絞って聞き比べてみるか。
曲をループっぽくしてみたから比べやすくはなってるかな。スイッチバリエーションの有効性は確認できると思うよ。スイッチが全部オフの状態を音質調整の基準にしてる。あとレベル差はそのままだからいつもと違って音量差があるんで気をつけてね。はい、では聞いてみましょう。音量上がります。有効なんだね。ハーマンバージョンは重心がちょっと高め、小雪寄りに感じたけど。私もそう思ったよ。自分が聞いて心地よかったのはこのパターンだった。もっと低域が欲しい場合は迷わずインプルーブドベースバージョンをポチるで OK。 無線化して外に持ち出すなら低域は強化しておいた方が良さそうだし、シンプルにインプルーブドベースバージョンにも興味が湧いたんだわ。ポチっちゃおうかな。なるほど、この価格なら両方あってもいいですもんね。ちなみに音質はどうでした？さっきも言ったけど元のバランスがいいんであんまり言いたいことないんだよね。低域はブーストした方がいいかなとは思ったけど、中高域から高域の抜けの良さもあるし、空間も広く感じたし、細かいタコまで結構聞こえた。タム回しからフロアタムへ移動してきても粒と迫力が両立してたし、2000円台でこれだけ鳴るなら迷わず買いでしょうね。リケーブルでさらに楽しめそうだし、気になるなら迷ってる時間がもったいないんでポチっちゃいましょう。ということで KZ キャスターのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形と言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。